さあそれで、はい、これが朝の薬ね、はい、様子は、様子はですね、その後これでその後全然元気 で食欲もあったんですけど、この子夜型だもんだから、うん、22時に絶食、あ、止めちゃうと少なくなっちゃう、うん、そう、ともう極端に少なくって、でしょうがないので、昨日帰ってからキドニーを普通、うん、夜は 2g しかあげないんですけど、うん、3倍あげてたんで、なるほど、はい、でそれで調整したんですけど、やっぱり夜はほとんど、うん、そう、はい、短時間では夜中派なので、うで、ね、でうんちは、はい、うんちはしました。7センチ、ね、で夜からは絶食してお水は飲んでる、はい、でおしっこはどうです、たくさん出ました。あ、おしっこはですね、大きいのが7回ぐらい帰ってから出て、うん、最後のおしっこもまだ透明感あります。ありました、昨日の、帰ってからずっとも透明感があって、でただ今朝はおしっこまだ出てないんです。まだ出てないんだ、はい、でうちも出てます。はい、わかりました。で水の飲みが悪かったんで、ストイドでやったら結構上手に飲んで、飲んでました、はい、これちょっとじゃあ、はい、お借りしちゃって、このまま入れていきましょうかね、はい、このまま借りますね、はい、お願いします。で、あ、昨日の持ってきて、そう、もう昨日、あ、やっぱりもう何だろう、うちの匂いがするね、ちょっとこれだけサッと結果ね、はい、レアがちょっと低い、タンパクがまたいっぱい、はい、ワンプラスまではいいんですけどね、はい、でこの辺は出てませんでした。あ、そうですね、ただ鮮血反応が振り切ってます。で顕微鏡で見ると白血球が少し、赤血球がたっぷり、はい、でも一番最初より少ないんですよ、で細胞成分もちょっと多いと、はい、あ、それとね、今回は結晶、集中カルシウムっていう結晶が出てましたね、こういう四角い、四角のこんなやつが少しだけね、ほんの少し出てました。で最近もちょろっと出て、尿塩値、腎臓が悪いと出てくるやつがちょっとだけ出てましたね。この間はさ、赤血球が多すぎて他のは一番最初のやつが2円くらい、そうだけども、2回目のやつは反対にすごいもう流されちゃって、赤血球、白血球はなかったんですけどね。ただその時によってすごい変わるんだね、この子。でも昨日これっきり透明感のあるおしっこばっかりだったし、結局今回でも薄ピンク、赤、これで3回しかなくて、白もあと全部透明なんで、そこがちょっとなんかよくわかんなくて。まあでも反応してくれるってことじゃないですか、薬とか、ね、そうそうっていうことがすると、はい、じゃあこれは一応渡します、はい、じゃあ身体検査してお伝えします、ね、はい、お願いします。じゃあ一冊は